こんにちは、宮沢です。今日もエリヒ・フロムの愛するということの第4章、The Practice of Love の続きの解説をしていきたいと思います。前回はですね、ヨーロッパにおいては、苦痛であればあるほどディシプリンは良いと思われると。だけども東洋においては、最初は苦痛でもだんだんアグリアブルっていうのは納得いくって意味もあるんですけども、実は第一の意味は心地よいって意味でした。ちょっと私前回心地よいっていうところを強調してなかったんで、体にとって心地よいもの、最初は抵抗があっても、結局体にとって心地よいものは魂にも体にもいいんだということですね。そこが西洋と東洋でディシプリンに対して考え方が違うと。ヨーロッパのディシプリンはキリスト教から来てるんで、守るのが厳しいと。苦痛であればあるほどいい。東洋のディシプリンっていうのは、禅の修行なんか思い出してもらえばいいんですけど、だんだん気持ちよくなってくるってことですね。座禅を組んでても気持ちよくなってくる。最初は苦痛だけど、気持ちよくなってくるというケースが多いということですね。今日は続きの部分ですね、読んでいきたいと思います。Concentration is by far more difficult to practice in our culture, in which everything seems to act against the ability to concentrate. 集中力というのは、修練するのがはるかに難しいと。現代では、 in our culture、 私たちの文化の中では。で、私たちの文化の中っていうのはどういうものかっていうのは、in which ちかですね、すべてのことが集中する能力にアクトアゲンスト、逆をいくと、すべてのことが集中する能力を妨げるように動いてるのが、私たちの現代社会だということですね。だから、集中力を修練するというのは難しいと。以前の話にも出てきたんですけども、インダストリアルシステムですね。産業社会のシステムっていうのは、集中力を奪う形になってるんですね。なぜかというと、まず皆さんのご存知のところで言うと、たくさん広告、アドバタイズメントが入ってるわけですね。それはテレビにも CM が流れるし、ネットにも広告いっぱい入ってくるし、新聞、雑誌にも広告が入ってると。だから何かのものを集中して見ようとすると、余計なもんについつい誘導されていっちゃうっていうのがですね、今の社会なんですね。いや、そうなると集中力、奪われるわけですね。で、集中力を奪う仕掛けがたくさん、張り巡らされてると。アクトアゲンストアビリティトゥコンセントレートってことですね。集中力を養うのに、逆向きの環境になってるってことですね。ということです。続きを見ていきます。The most important step in learning concentration is to learn to be alone with oneself without reading, listening to the radio, smoking or drinking. 集中力を学ぶ、身につけるために最も重要な第一歩、ステップはですね、一人っきりになることだっていうんですね。一人っきりでいることを学ぶことだと。で、読書をしたり、ラジオを聞いたり、喫煙したり、お酒を飲んだりしないで一人でいるってことですね。そういう、一人でじっとしてる、
なおかつ何もしないってことですね。学ばなきゃいけないってことなんですね。で、この一人でじっとしてるってのはどういう状況かっていうのは、この後説明あるんですけども、一応瞑想してる状態ってことですね。自分自身であるってことを感じるように一人でいるってことですね。皆さん想像してほしいんですけど、一日の中でですね、本当に一人っきりになってる時間、どのぐらいあるかっていうことを考えてほしいんですね。人って必ず何かやってんですよ。テレビつけたり、音楽聞いたり、ネットを見たりですね、スマホいじったり、なんか、タバコ吸ったり、物食べたりですね、コーヒー飲んだり。で、こういうこと一切やらずに、何もやらずに、まとまった時間をじっと瞑想するかのごとく過ごすっていうのは、これ、そういう時間を取らないと集中力っていうのは、習得できないっていうんですね。で、今じっとしてられない子供が増えてると、多動性障害みたいなんですね。すぐ席を立ってどっか行っちゃうとかですね、ぺちゃくちゃ喋り出すという子が多いんですね。で、まあ子供なら特に落ち着きがないんですけど、もともと気が散るから。で、学校に行けば、まず最初に何を習うかっていうと、じっと机に座って先生の話を聞くってことを学ばされるわけですね。で、皆さんも小学校の頃思い出せばですよ。まあ、全校集会とかあって、じっと立ってですね、先生の話を聞くとか、ある程度長い時間ですね。30分とか。じっとしてるってことはやっぱ習うと思うんですね。あれを習わないとですね、みんな点でバラバラやっちゃうと。で、学校の教育で一番嫌なのは、じっとしてなんか一方的な話を聞くってことでもあるんですけども、実は大人になってからああいうことを学べないわけですね。子供時代にちゃんと人の話をじっと集中して聞く、授業を集中して聞くってことを習慣にしとかないと、人の話を聞かない人間になってしまうということなんですね。で、まあ、集団で習うのは、授業を聞くって話なんですけども、まあ、もう一つ重要なのは、一人でじっとしてることですね。一人でいられるってことですね。孤独に耐える力ですね。一人っきりでいられるっていうのは、これ誰も教えてくれないんですね。だから、子供が一人で部屋でじっとしてるってことはありますよ。でもその時本読んだり、ゲームしたり、何かしらのことはやってるわけですね。まあ、そうじゃなくて、何もせずに一人でじっとするってことは、一人っきりでいるってことを学ぶことはなかなかできないわけですね。で、昔は山の中に修行するって言って、昔の禅僧のお坊さんとかですよ。徳の高いお坊さんはよく山の中の洞窟で一人でじっとしてたわけですね。いろいろ瞑想するわけですよ。ああいう体験というのはすごい少なくなってきてると。だからあらゆる意味で、実は自分がじっとしてる時間というのを持つことがどんどん少なくなってきてるんですね、今の社会っていうのは。で、この一人でいる時間がないと、人を愛せないって言うんですよ、エリヒューロンは。一人でじっとしてられる集中力っていうのが、これが人を愛する技術と深い結びつきがあるっていうことなんですね。この逆を考えてもらえばいいと思うんですけど、寂しいっていう感情があるんですよ。これ、寂しいって誰かといたいとか、誰かとつながってたいっていう感情があるんですね。これは人間誰しもにあると思うんですよ。で、その寂しいって愛情から出たコミュニケーション、そういう動機で始まったものは、愛する技術に実は役に立たないっていうことを逆に言ってんですね、これ。で、なぜかっていうと、集中力がないからですね。いつも寂しい人っていうのは、実は集中力がないんですよ。一人でいられるってことはできない。そういう集中力がないと。その人が寂しいから誰かに電話しよう、LINE しよう、
寂しいから、誰かに会いに行こうとか言ってやってしまうことによって、自分自身であるってことができなくなっちゃうと、依存になっていくってことですね。何かに依存するって形になっていくんですね。それは必ずしも人に対してコミュニケーションで依存していくってことではないんですけども、それはアルコール依存でもスマホのネットゲーム依存でも何でも一緒なんですけども、根本的にあるのは一人でいられないから依存するんですね。で、一人でいられる集中力がないから何かに依存して、自分自身であることから逃げ出してるってことなんですね、これ。で、自分自身であることから逃げ出してるっていう人が、これ、いかに多いかと。で、なおかつ自分自身で一人でいるってことを妨げる要素がこの社会にどれだけ溢れ返ってるかってことですね。これを思い直してほしいんですね。で、寂しいって時から始めたことっていうのはですね、人間の愛する技術の向上には全くつながらないということなんですね。寂しいって自分の感情だけなんですよ。相手の感情を無視してるんで、自己本位なんですね。自分勝手なんですよ。要するにナルシシズムなんですね。自分を愛する行為から、寂しいから人と繋がりたいって言ってるだけで、相手の立場に立ってないわけですね。寂しいから何かやる人っていうのは、自分が寂しいからその寂しさを解消したいっていう目的があるわけですよ。で、そこから始まったことっていうのは結局ナルシシズムでしかないってことを、これから話題になっていくんですね。ということです。で、続きです。Indeed to be able to concentrate means to be able to be alone with oneself, and this ability is precisely a condition for the ability to love。確かに集中することっていうのは、一人きりでいられることができるということを意味すると。で、この一人でいるっていうことは必要条件だと。人を愛するための必要条件であるということなんですね。集中できるっていうのは一人でいられるってことなんだと。で、何かしちゃいけないんですよ。コーヒー飲むとか、タバコ吸うとか、スマホいじるとか、そういうことしちゃいけないんですね。全く何もしないで一人でいると。これが集中力を身につけるための条件だと。で、この条件がないと、人を愛する能力っていうのも身につかないと。集中力が人を愛する能力の必要条件であるということです。続きです。If I am attached to another person because I can stand on my own feet. He or she may be lifesaver, but the relationship is not one of love. もしですね、私たちが他の人に、アタッチド、依存する、慕う、くっついていくとすると、しがみつくっていうことですね。もし他の人にしがみついたとしたら、どういう理由かっていうと、自分が自分の足で立ってられないから、自立できないから誰かに依存するとすると。そうすると、そのしがみついた相手はですね、ライフセーバーになると、命の恩人になると。だけど、誰かに、命の恩人だと思う、誰かを慕う、誰かに依存するっていうのは、そういうザ・リレーションシップ、そういう関係っていうのは愛じゃないっていうんですね。どっちかがどっちかにしがみついてる状況、寂しいから電話するとか、寂しいからメールするとか、そういう関係っていうのは愛じゃないっていうんですよ。で、皆さん、愛っていうのは他人を受け入れることだとか思ってると思うんですけども、私もそう思ってましたけど、そうじゃないんですね。お互いが自立して対等の立場に立ってる強さがないと、お互いがお互いに依存してしまうと。自分の足で立てないから、一人でいると寂しくて震えちゃうから、
誰かと群れるってことなんですね。こういうことをやってしまうと、それは愛っていう関係じゃないっていうんですね。で、続きです。パラドキシカリ、ザビリティ to be alone is a condition for the ability to love。 逆説的に、一人になるってことが愛するための必要条件であるということなんだと。一人でいられる、自立してる、自立してる、一人でいられるっていう能力が人を愛する、愛する能力の必要条件になってると。二本足で立てない人は人を愛せないんですね。誰かに依存してなきゃ生きてらんないって人は、もともと人を愛する能力がないんですよ。厳しい言い方をすれば。これがとっても重要なこと言ってると思うんですね。世の中で愛だって言われてるもの、とりわけ漫画やテレビやドラマ、テレビドラマで描かれてるテラスハウスで共同生活とかですね、あの愛でも何でもないわけですね。お互いがお互いに自立してんならさっさとテラスハウス出てけって話なんですけど、共同生活をして夢を叶えて、なぜか恋愛になるってですね。昔で言うとラブワゴンとかですね。あんなもん乗って自分探しをしながらお互いにしがみつくっていう、おかしなことをやってると、あれは愛じゃないってことですね。なぜなら一人でいないと、人を愛する能力が身につかないからですね。いつも誰かといるっていう状態は、決して、その人の愛する技術を深めやしないってことですね。人間を知ることにはなりますよ。こういう人間はどういう人間かと。でも、相手がどうだって話なんですね。まず自分の条件として、自分として一人でいられる能力があるか。精神的に、経済的にもそうかもしれないですけど。そういう気持ちで、全く誰にも依存しないで、自己自身であると言い切れる人が、初めてそこから愛する能力を育てられるということですね。じゃない愛っていうのは、結局前も言ったようにディレクタントの愛なんですね。恋愛評論家の愛になっちゃうわけですね。で、本当の愛っていうのは、経営者とかが従業員を愛するのが愛だっていう話をちょこっとしましたけど、経営者っていうのは自分が全部責任を負ってるわけですね、その会社の。自営業とか、創業、オーナー企業の経営者ですね、創業者みたいな人は、一応その社員に責任があるわけですね。責任ない人もいますけどね。で、そういう人がその従業員にかける愛っていうのは、自分が一人っきりだから、自分が一人っきりだって前提条件を満たしてるわけですね。その上での愛なんですけど、一般的に家族の愛、友達との友情、そのものはですね、実は依存関係でしかないケースの方が多いわけですね。飲み仲間っていうのは愛があるのかっていうと、寂しいから一緒にいるだけだっていうことになると思いますよ。それっていうのは、一人でいられるっていう能力がないから、つるんでしまうと。群れてしまうと。そうなると人を愛する能力がないと。いじめっていうのは、よく考えると集団でやるもんなんですね。一人が一人をいじめるっていう関係っていうよりも、集団で一人をいじめるっていうのはいじめの構造だと思うんですね。で、その集団の側の人は一人になる能力がないってことですね。だからいじめちゃうんですね。で、一人でいられる人間っていうのは、そのいじめに加担しないわけですね。一人でいられるっていう集中力があると。そうなると、誰かをいじめる集団に帰属してようとか、依存してよっていう気持ちにはならない。全くその集団から距離を置くと。バカバカしいから。そうやって距離を置ける人は、人を愛する能力があるかもしれないですね。いじめられるの関係に入ってないから。
どっちかをってか、いじめられる人を助けてあげることはできるかもしれないと。だけど、その集団の中に入っちゃうとですね、自分の利害関係が生まれちゃうと。そうなると、一緒に、不本意ながらも一緒にいじめるとか、いじめに加担しなくても傍観者となるとか、そういう形になっちゃうんですね。まあ、傍観者っていうのも結局、そのいじめる集団にの周辺みたいなもんですから、そこから完全に孤立してて、一人であれば、助ける、利害関係関係ないんで助けることもできるんですけど、まあ、多くの学校とか職場っていう環境はそういうふうになってないわけですね。一人でいられない人が多いわけですよ。だからいじめが起こると。みんなが一人でいられる集中力があればですね、それは人を愛する能力があるってことなんで、いじめってのは起こらないんですね。で、なんでいじめが起こるかっていうと、誰かが誰かに依存して生きてるからですね。で、多くの場合ですよ、つまらない友情ごっこだったり、恋愛ごっこだったり、その程度しかないものが、まるで愛だ、友情だ、大切なものだって感じてんですけども、実はこのエリヒ・フロムのここの部分を読んだだけでも、そもそも一人になれる能力がないやつは、愛する能力、かなりレベルとして低いってことが書いてあるんで、多くの、まあ、高校生とか中学生が持ってるような友情っていうのはですね、友情とか恋愛の大切さっていうのは、まあ、家族愛もそうかもしれないですけどね、一人でいられないってことの裏返しだと。寂しいから、友情ごっこ、家族愛ごっこ、恋愛ごっこ、なってる可能性もあるんですね。それを大切なものだと認識して、そこにしがみついてると、単なる依存でしかないわけですね。その依存関係を愛だって、まあ、勘違いするところにすごい悲劇があるわけですね。生きてる上でも。だから、全然大切じゃないものを大切だって、みんなで言ってるケースはあると思うんですね。ということなんですけども、だからよく、まあ、週刊少年ジャンプに描かれてる漫画の中に、本当に友情があるのかとか、愛があるのかとか、考えた方がいいと思うんですよね。あれ、やっぱ漫画とかで友情を学んで、ドラゴンボールの悟空とクリリンの友情だとか、そんなもん見て、羨ましいと僕は思ったことないんですけど、まあ、でも人によっては、最低限の人のつながりでも、すごいありがたいと思う人はいるかもしれないですね。でも、それは裏を返せば、その人が一人でいられる能力がないって自分で言ってるようなもんだと思うんですけどね。そっちの方を鍛えていかないとですね、いつまでも人、なんか、友情や恋愛がどっかにあると思って探すんですけども、探しちゃってないってことは、まず自分が思ってる友情や恋愛とか、それが、の考え方が間違ってると、そもそも一人でいられない人間になぜ素晴らしい友情や素晴らしい愛が育めんだということに気づかなきゃいけないですね。で、そこに気づかないでどっかにあるもんだと思って、人に、誰かに求めると、結局誰かをライフセーバーだと思ってしがみついてしまうと。だけど、それは愛じゃないって、エリヒ・フロムは言ってんですね。でもしがみついてるって気づかないんですね。しがみついて、相手をしてくれるのが愛だと思ってる。また逆に誰かにしがみつかれるのが愛だと思ってる。こういうケースがすごい多いですね。だから裏切られたって話なんですね。自分が愛してたのに裏切られた。自分の友情が裏切られた。でも、本当は裏切るとか、契約関係じゃないんで、裏切られたっていうのもおかしな話なんですね。お互いがお互いに自立して一人でいるっていう能力が前提になってれば、相手を裏切るっていうのは、ないわけなんですけどね。相手を信じる、相手を愛するってことはあっても、
何が、相手が、俺が思ってた通りにならないから裏切った、期待を裏切ったとかですね、信じてたのに騙したとかですね、そうやって一方的に思って、恋愛関係なり、友情関係がなくなったと思ってる人は、いや、あなたはもともと一人になる能力がなかったんじゃないんですかと。単なるあなたの期待や信頼を相手にぶつけてしがみついてただけじゃないですかと。いうことになっていくんですね。でも人に期待もしないし、人を信頼もしないっていうことになると、そんな風に生きられんのかって思われちゃうかもしれないんですけども、いや、俺はいつでも自分自身であると、自分一人に戻れるっていう強さをある程度持ってないとですね、人に対して何かやってあげたことに関して見返りを求めたり、期待したからそれが相手から返ってくるとか、信頼したから向こうも信頼してくれるだろうとか、その部分自分の中で勝手にその見返りを求めてるっていうのは、そういう打算的な付き合いっていうのは、これは愛でも友情でも何でもないってことですね。そういうリレーションシップっていうのは、ノットワンオブラブだって言ってるんですね。まずは一人でいなさいと。一人っきりでいられるようにしなさいと。そういう集中力を身につけなさいと。で、結局人間は一人で生きて、まあ、一人で、まあ、みんなと協力して生きていくんですけども、死ぬときは一人ですからね。最終的に一人になる、死っていう体験は一人の体験でしかないんで、多くの場合がですよ。まあ、誰かと心中するっていうのもありますけど、心中するにしても体験としては一人一人の死ですからね。だから、死ぬっていうのは徹底的に一人で体験することなんですね。自分自身の死でしかないんですから、体験するのは。それは死っていうものに関してコンセントレーションがあって、集中力があってですよ、考えた人は一人だってことに気づきますよ。自分自身が死ぬんだって分かった時に、それをその認識をもとに、じゃあ人とどう接していくのかっていうのを考え直さなきゃいけないですね。でも多くの人は自分自身が死ぬっていうこともそんなに意識がない。で、他人にしがみつくことを愛だと思ってると。まあ、あるいは他人にしがみつかれることが愛だと思ってると。それがずっと続くと思うと。続かないですね。どっちかが死ねば終わる関係ですし。でもそれを、そういうもんだと思って生きてしまうと、自分一人である、自分が最終的に一人であると。一人っきりになる能力っていうものにも全然気づかないと。全然偽物、愛だ、友情だと思って生きてしまうということですね。で、続きです。Anyone who tries to be alone with himself will discover how difficult it is。一人で自分自身でいることを、に挑戦したことのある人は、いかにそれが難しいかみんな発見すると。ということですね。He will be prone to rationalize his unwillingness to go on with this practice by thinking that it has no value, is just silly, that it takes too much time, and so on, and so on。彼は正当化する傾向があるだろうと。be prone to 何々しがちだと。で、rationalize 正当化するだろうと。his unwillingness。willingness って何かしたいっていう意識ですね。まあ、したくないって意思を正当化すると。で、この修練、まあ、一人になるっていう修練を続けることが嫌だということを正当化すると。なぜ嫌だと思うことを正当化するかというと、一人になるなんていう修練を積むことは、ノーバリューだと。価値がないし、is just silly、馬鹿げてるし、it takes too much time、
まあ、時間の無駄だと、価値もないし、馬鹿げてる人、時間の無駄だって考えることで、一人っきりでいるっていう修練をですね、合理化してしまうと。だから意味、やりたくないっていう気持ちを正当化してしまったことですね。あ、その前に一つ一行飛ばしちゃったんですけどね。He will begin to feel restless, fidgetry, or even to sense considerable anxiety. 彼は不安に思うと、まあ、そわそわする。レストレス。落ち着きがなくなって、フィジェットリー、そわそわする。で、even to sense、まあ、感じさえするだろう、considerable anxiety、まあ、かなりの不安さえ感じると。不安定になって、そわそわして、かなりの不安さえ、恐怖さえ感じると。感じ始めるだろうと。一人でいると、恐怖や不安を感じるんですね。なぜかって一人でいるとやっぱ死を思うんですね。人間って、まあそこまで書いてないんですけど、いつか死ぬっていう、命が有限だとか、いうことは分かってしまうと、一人っきりになると。山の中でもし一人で置き去りにされたとか、遭難したとかいう時、死ぬっていう恐怖をみんな感じると思うんですね。それと同じで一人っきりになるっていうことにトライすると、すごい、それが難しいってことはわかると。で、結局、一人っきりになるっていうことなんて、何の価値もないし、馬鹿げてる。無駄だって、その恐怖を隠すために正当化しちゃうんですね。一人っきりであることなんて、意味がないってですね、思っちゃうと。そういう理屈をこねますと。で、結局一人になる修練っていうのをやめちゃうとですね。じっと瞑想し、30、1日1時間瞑想した、して、じっと自分であることを感じるとしたら、皆さんも思うと思いますよ。時間の無駄だと。その1時間働いた方がいいとか、自分の、楽しいことに使った方がいいとかですね。その1時間で誰かとお話しした方が楽しいとか、勉強した方がマシだとかですね。いろいろ思うわけですね。その1時間で野球を見たいとか、サッカー見たいとか、恋人と過ごしたいとか、いろいろ思うわけなんですけど、それは何かっていうと、やっぱ一人でいることを拒否してるってことですね。一人でいると不安だからっていうことがやっぱり根底にはあるんですね。で、1時間一人でじっと何も考えずにですよ、ぼーっとしてると、そのことにすごい罪悪感なり、恐怖なり感じる人はかなり大勢いるってことなんですね、この世の中は。で、そういう人は確実に愛する能力が低いと。鍛えるチャンスも自分から失ってると。いうことをこの文章は言ってます。ということでした。で、とりあえず今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。